思い出サルベージというのが、思い出を、主に津波で回収された写真ですね、持ち主不明の。そちらを、サルベージ、海の中から救い出すっていう、そういう活動をしています。具体的に申しますと、山本町内で津波に流されて、持ち主不明になった写真っていうのが約70万枚ほどありました。その写真を、洗ってデジタル化して、でデータベース化して、そして持ち主の方に返していく、なるそういう活動を主にやっています。現在コアメンバーが10名ほどで、都度手伝いに来てくださる方が、その都度、全国から何十人か集まってきてくれるという、そういう体制。そして、町役場、山本町役場の思い出回収事業という事業を立ててくださってるんですけど、そちらと協力しながら、やっています。そうですか。常設のこちらのふるさと伝承館内における常設の展示、休館日以外はいつでも来ていただけます。それと仮設住宅やイベントに出向いての出張返却というのは両方ともやってます。震災の当初というのは、僕たちはじめ写真のことっていうのを全然考えないで来たんですよ。パソコンを設置したりだとか、情報機器を使って何をするかっていうのができたんですけど、そこで山本町に住みながら学んだのが、写真を何とかしてくれっていうような、そういうニーズがあるってことだったんですが、今は落ち着いては来ているんです。ただニーズがなくなったかっていうと、ちょっと変わってきたっていう印象。なくなったのではなくて変わってきた。どういうのかというと、逆に今初めて写真を見に来たっていう方も結構多いんですよ。なんでかというと、ようやく生活がバタバタしてたのが落ち着いてきたとか、あるいは傷ついた写真を見るのが、すごく辛いことだと思うんですね。やっと気持ちが、きっかけがつかめたっていう方もいたりだとか、少しその気持ちの面での変化っていうのを写真の返却を通じて感じることが多い。写真を何とかしてって言われたので、洗って持ってたんですよ。そしたら、知り合いの方なんです。その方も奥様は亡くなられてて、ご遺体もその時は洗ってなかったんですね。で、写真、なんとか拾ってきた写真を、洗って持っていった時に、これでようやく、なんでしょうね、喜んだというよりは安心したような感じが、ようやく奥さんの葬式が挙げれるっていう、こんなに写真が求められるんだなっていうのをその時感じました。写真を取り戻したことが人生取り戻すことだって言ってらっしゃった方もいらっしゃる。本当ですね。